おめでとうございます。おめでとうございます。そうです、今日は西村監督のお誕生日です。ありがとうございます。ハッピーバースデー。いや、おめでとう。ありがとうございます。何でもいただけるでしょうか。だから椅子をこう赤くしてるんだよね。え、還暦の還暦でしょ。還暦ってさ、はい、響きどう。いや、あの、全く何もないです。いや、俺はね、というか、はい、差別用語に聞こえるんだよ、還暦って。あ、なんかこう、ちょっとそこで区切られたみたいな。例えばゴルフ場行って、バーッと書いて年齢書くと何時、60代だなって書きづらかったもん、最初。え、もう61でしょ。もう61だよ。まあまあ1年経験したからね。いや、でも体型もね、変わったから、え、だいぶ変わる。お互い変わる。お腹出てないですもん。出てるんだよ、これが。お互いに出てるんです。なんて現役の頃すごくなんていうか、意志としまった。ああ、もう体重の差がすごく広いよな。サラブレッドのごとく絞られたから。あ、その当時もですか。絞られて絞られて。きつかったですか、練習。もうきついってもんじゃないですね。そうですか。もうそれがもう当たり前って言われてたんです。でも今はね、またそういう練習とはまたガラッと違った練習。そうですね。まあ、我々が若い時は大変でした、ね。まあ、ちょっとね、景気のいい話をっていうか、はい、まあ、ちょっと昔上に遡ってね、3位から優勝した時のちょっと話を、日本一を取った時の話を聞きたいんだけど、あの時のシーズンって3位もギリギリセーフだったね。一番最後の試合で決まりました。そうだよ、ね、勝てば3位負けたら4位っていう。4位はだどこだっけ。日本ですね。日本か、はい。まあ、ギリギリセーフになって3位からクライマックスシリーズに上がっていくっていう心境って監督としてはどうなの。まあね、自分自身はルールにのっとったものだったじゃないですか、うん、でもそこはもう気にせずやりました、うん。まあ、選手ってさ、3位だと、いや、負けたって、別にうち3位だからっていう、開き直りができるけども、やっぱ期待はされるわけじゃない、監督としたら。そうですね。そう言われたら、はいはい。だから、自分自身は、やっぱりそこのものはなかったですね、やっぱり。3位からでも、やっぱりそこに勝たなきゃいけない。以上は勝つんだというところでやってましたよね。まずライオンズだよね。はい、ライオンズで戦う前に考えたことって、当時はどういうことを考えたの。考えるっていうか、ね、あんまり考えすぎてもいけないんでっていうところで、うん、もうあんまり考えずにもう勝負させようってなりましたよね、うん。だからもう、行け、もうその3位に入った勢いで行けっていう。もうそれが一番だったんじゃないですかね、行け行けっていうか、やっぱそういういい雰囲気を作ってあげるというところが一番だったんじゃないかなと思います、ね。もう負けても失うもんないよ。まあ、そういうのは、片隅にありましたけどもっていう、やっぱ選手たちもそういうつもりにさせるというところの雰囲気作りだけでしたね。でもさ、3位からクライマックスに上がった時に日本シリーズに行こうなんて思ってた。いや、本当に行けるなと思ってなかったですね、やっぱ正直な気持ち、はい。ただ、監督として、そこはしっかり言葉に出して言っとかないといけないんじゃないかなというところは、一番最終戦終わった時に、スタンドに挨拶するじゃないですか、うん、その時にはもう選手たち後ろ整列してるんですけども、スタンドの皆さんにははっきり言いました。必ず日本シリーズでこの球場に帰ってきますと。そうだね、そうだね。気持ちはそういうね、気持ちは示さないとね、まあ、そう、そうなんですよ。いや、これは気持ちは示すよ、はい。でも腹の中ではちょっとやっぱ俺らは3位だしとか失うものないしってとは言ってもみたいな。ただあの年はホークスに対してもライオンズに対してもそんなゲーム差離れてなかったんですよ。不安はあるから、はい。だからやっぱりいけるんじゃないかなっていう気持ちはありましたね。なるほどね。それはもうシーズンにおいてかなり負け越してんだったらちょっとこうどうかなっていうのはあったと思うんですけども、うん、勝負になるとは思ってた。そうですね。ただ下から上がっていくとさ、ピッチャーの駒っていうのもさ、うん、すごく気になりだすじゃない。まあそうですけどね、やっぱ多くは使えない、はい、短期決戦だけど本当に短期で勝負決着つけなきゃいけないとか、やっぱりいろいろ考えたでしょ。まあ、考えましたよね。このまま上行ってソフトバンクと当たっても駒が足りなくなるっていうのを考えたでしょ。当然考えます。ただそこを考えて普通の例えばシーズンのローテ通り行ったら、やっぱりその一つ負けることによってすごく大きくなるじゃないですか、うん。
だから先発だったら成瀬を中井岡でずっと登板させたりとかというのも、無理はさせたかもしれないです。当時のエースがですね、それをもう100球前後でもう変えようと思う。まあそうですね、100ちょっとぐらいでしょうね、うん、はい、そうしていかないとやっぱり、ね、2位のチーム、3位のチームというところを倒していけないと思いますね。で、ソフトバンクじゃない、はい、もうあの時は最初ゲーム勝ったんですよ。でも向こうアドバンテージなんで1勝1敗じゃないですか。でそこから2連敗して、で1勝3敗、あとはなかったんですよ。よく勝ったよね、3連勝です。あれ、勝てた要因って何だったの？まず一つは、向こう大手が勝ったときに向こうリードしてたんですかね。で、やっぱりこの、もう前に出てるじゃないですか、出てるっていうか、こうベンチの一番前でこう、ああいうのを見て、みんな、選手たちは、何くそと思ったんじゃないですか。ああ、はい、乗り出して、試合をやりだしたという。何くそと、うん、まだ決まってないんじゃないかと、はい、そういうのは一番大事だったんじゃないかなと思いますね。その時のキャッチャーが里崎だった。そうですね。里崎の存在はどうだったの？まあ、一番、キャッチャーとしてももちろんチーム引っ張っていってくれたりとか、その雰囲気っていうのはしっかり作ってくれましたよね。助かりましたね。あ、そう。じゃあ伝えときます。伝えてください。なるほどね。でも見事に。そうですね。でも逆に言えば相手のベンチを見た時に、まあ大手か向こうはかけてるんだけど、こっちが一つ返すごとに相手のプレッシャーの方が強いなっていうのを感じてた。だから、その1勝3敗から勝ったじゃないですか。そこまではなかったと思うんですよ、うん、いやこれでいけるなみたいな、ね、まだいけるなと。でもタイになったじゃないですか、うん、逆になったんじゃないかなと思うんですよ、うん、こっちはもうその向こうに大手かけられた時にもう開き直れるじゃないですか。死んだもん同然みたいな感じだもんね。あとがないわけですから、うん、そういうところのその3勝3敗となった時にその逆転したんじゃないかなっていうものは、なんか逆に向こうはすごく固くなってるなっていうのはありました、うん、でこっちはもう今まで通り、はい、伸び伸びっていうか、うん、っていう雰囲気の中でやってるわけですから、その違いはあったんじゃないかな。あの時も短期決戦のその優勝というのの集中力と、シーズンの時の試合の集中力と、なんかまた違うものを肌で感じた。いや、あの時は違いましたね。やっぱり一番違ったのは、ファーストステージの西武戦ですよ。もう9回表で、多分4点差ぐらいあったんじゃないですかね。で普通だったらもう、諦めムードというか、そういうものがこう強くこう感じてくるんですけども、でもやっぱり誰一人としてやっぱ諦めてないなっていうところも、ものがあったの でそこで同点に追いついて延長で多分勝ったと思うんですよ。でもそこからですよ、勢いに乗ったと、はい、それが初戦だったんです。そうです。で2戦目も同じような感じだったんですよ。だからそういうのがあったんで、福岡行ってもその一緒3回で大手が向こうに追いかかったというところでも、全然こっちは慌てることなく硬くなることなくというところのもので野球ができたというか、だから、ね、なんかポイントになる試合が最初に来てくれたっていうのは大きいよね。一番最初なんですよ。でチームがガッと乗ったっていうのなんですよ。ただ2試合も同じような状況の中なんですけども、絶対こう逆転できるっていうものでみんなやってるじゃないですか。そういうのはやっぱりすごいですね。一つバッとこうまとまるっていうか。でも一泊置いて日本シリーズになったでしょ。でもこれやっぱり出たら欲が出てくるよね。まあもちろんそうですね、これはもう死んだも同然じゃなくて、パ・リーグの代表として出てくるわけだから、はいはい、そこがやっぱりクライマックスのところとは、監督っていうところのこの気持ちっていうのは違ったところありましてね、うん、おっしゃるように、パ・リーグの代表で行ってるんで、もう変な試合できないじゃないですか、ね、うん、はい、でやっぱり勝たない、パ・リーグとしてはやっぱ勝たないといけないと、そうですね。でも、ポイントになったところは何だろう。日本シリーズですか、ね、うん、日本シリーズはやっぱり一番最初のゲーム取れたっていうのが大きかったんじゃないかなと思います。初戦はね、敵地で 2試合ですから、うん、1試合目落とすと2試合目もどうかなっていうね、うん、やっぱり1試合目成瀬で行ってましたので、はい、そこを勝ったというところ で負けたとしても一勝一敗じゃないですか、うん、そこから千葉に帰れるっていうところのものがあったんで、千葉のアドバンテージって大きい、あの球場はやっぱ慣れてないと大変な球場だよな。そうですね。
だから全てですね、やっぱりその風にしてもその雰囲気、あのお客さんの声援ですよね、特に外野スタンドのっていうところは、相手チームが萎縮してしまうんじゃないかなっていうぐらいのものですからね。だからそれがありまして、1戦目取ったのは、まあ、これはもうチームとしても大きかったなっていうのがありますよね。やっぱ南瀬の存在っていうのはすごく大きかったんだね。うん、すごかったですね。あとはやっぱ本拠地に帰ってのあの声援って、いや、交流戦で一角しか入ってないんだよ、横浜スタジアムの。あれだけでも迫力があるの。やっぱそれには感謝するでしょ。それはもう当然感謝しますよね。そこのやっぱり後押しというか、それはもう力強いですね。ほんと力強いよね。相手チームはだからつまり嫌だってことですよね。いやいや、だから今でも京セラドームとかでこうレストスタンドにこう、はい、ロッテのファンの人たちいらっしゃるじゃないですか。やっぱすごい、すごいものを感じますよ。感じるよね。いや、ファンの力って本当に12球団で一番じゃないかな。まとまりがありますよね。ですね、あの迫力を出してくるっていうのは、はい、相手にとって嫌だっていうのはね。でも4勝2敗で勝ったんだよね。一つ引き分けありました。そうだね、長かったね。12時ぐらいだったでしょ。長かった。俺、中継で行ってて、なおかつその後に番組があって、4時だから、本当だったら12時ぐらいだから、ね、でもあれ日本一決まった時のゲーム長かったじゃないですか。長いよ。で、ユタさんからこうインタビュー受けたりして、はい、で僕多分家族来てて食事でかけたのが3時ぐらいだった。そうでしょ。夜中で帰ったのが5時ぐらいです。うわー、そうすごい。あ、でもそれだけ死闘を繰り広げたってことですね。2試合続きましたからね。でもどう、このクライマックスのシステムを振り返ってみて、今もまあ継続中なんだけど、はいはい、僕はいい、はい、制度じゃないかなと。いい思いしたからね。それはあるんですけども例えばこれが自分たち の現役のところであれば、もう紹介現場っていうのは結構多かったじゃないですか。でもスタンドもガラガラでっていうところを考えると、今はもう終盤でもやっぱりお客さんっていうところがかなり多く入ってくれますので、全然こう違うものになってきてるなっていうところですよね。あとはそこの、ね、リーグ優勝チームと2位3位のところをどうするかというところを考えるだけであって、その制度自体は悪くないんじゃないかなと思います。見事ね、最後から日本一というお話でした。